ね、今日。こんにちは。今日皮膚科行ってました。さっきまで。汗かいたよね、急いで帰ってきて急いで準備して、今日はいつまで続けられるか分かりません、飲み会に行ってましたあの同席はねしたいですけど、飲み会は行ってないですねその年齢じゃないんでね私。まあでもよくジュースの飲み会はしますかね家族で暑い、例えばさ、なんか台風が来てるらしいんだけどさ、大丈夫なんかな、トーク会とか握手会とか。暑いんだけど、めちゃくちゃ。こんにちは、こんにちは、こんにちは。オンリーワン。結婚したわけでち。逮捕です。おかえり。ただいま。配信来ると思ってなくて油断してた。油断しちゃダメですよ。あの、いきなり来るんで。前髪大事、前髪大事。昨日のみありがとうございました。ありがとうございました。昨日私頑張りましたよめっちゃ頑張った、もうフル勤務でした昨日。学校行くじゃないですか、学校行って、で本当にギリギリで早退して、まあ普通に劇場行きます、公演します、で、まあ、公演から事務所戻って、なんだっけな、ご飯食べて帰って課題して寝ましたずっと私動いてましたね昨日、なんか2時とかに寝た。ポニーテールかわいい、ありがとう。ポニーテールっていうのか知らんけど、低めです。学校でこのままだったんで、ちょっと。こんにちは。どうでしたか昨日、ウィア。みんな見てました、ちゃんとリーナのこと。リアちゃん結婚阻止阻止して、それはあれですね。かける10がないと無理ですよ。リーナ組、かわいい、ありがとう。明日台風来ちゃう。明日なんだ。もう来てると思ってた。なんかもうすでに風強くない？今日傘壊れたんだよね、そういえば。なんかさ、普通に日傘さそうって思って、まあ、いつも通りさ傘開けたらさ、なんか飛んでってなんか傘の持ち手はあるんだけど、持ち手と傘の部分が外れて、なんか押したらピョンって、押したら開く系のやつなんだけど、今日普通にいつも通り押したらピョンって飛んでって、その頭の部分が飛んでって壊れた。なんか飛んでってさ落ちるやん、
まあ、そんな傘なんてね、なんか宙に浮くことできないからさ、飛んでって、でめっちゃ折れて、なんかめちゃくちゃびっくりして、だってさちょっと飛んでポンって落ちただけだよ地面に、なのに壊れて折れて、え持ってこればよかった、折れて、なんかもう使い物にならんかった。だからパパにさ直してもらってたんだけど、ちょっとこれもう無理無理って言われた30分ぐらいずっとさ修理頑張ってたんだけど、ちょっと無理でした。18日のウィーアー投げました、ありがとう。10期全員集合でもみんなはもちろんね赤ピンク白振りますよね。今日も可愛い、ありがとう。暑いね、めちゃくちゃ暑い、この部屋ちょっと冷房ないんで。今日も可愛い、ありがとう。ポニーテール一応とても可愛いです、ありがとうございます。オンリーワン、ミルクで飲み干してください。飲み会、ミルクで飲み会無理だな、あの一口も飲めませんもうに飲み会進みません。結婚してかけるじゃどうしようかな、バタバタ阻止で、あの今日バタバタですごく疲れたのでちょっとバタバタ阻止で。ポニーテール似合ってる、ありがとう。リナちゃんは常に熱い、私は熱い女ですよ。リナちゃんへの誕生日プレゼントは用意できたけど手紙が書き終わらない。あまあそれはあの手紙ってね、なんかめっちゃ考えて書くよりも思ったことをバンって書いた方が相手に思い伝わりやすいんで、書き終わらないじゃなくてもうバンって思ったことを書いて送っちゃってください。待ってますね。台風どうなるね、大丈夫なのかな、台風で新幹線遅れたら握手本当に間に合わないだよね、頑張ってよ台風頑張ってこないでよこっちに、本当に。てかさ、なんか聞いたんだけどさ、17日の握手がなんか残り少ないみたいです。これ嘘だったらちょっとごめんね、皆さん会いに来てね。8まで、明日じゃないか、え待って、やらかした。明日じゃん。うわ、特会の服着ればよかったですね。着ればよかったわ。今日はもう普通に私服なんですよ。いや、特会何着るっけ ?17 日と16日。何着るっけ、リーナ。え、もう片方決めてなくない、リーナ。生誕ティーは着る。え、決めてないじゃん。どうしよう。で焼きます。どうしよう、私服とか、私服とかにしようかなどうしよう、私服かアメリカンポリスどっちがいいですか。うーん、16ツーショット、あそう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 、そうですね、16は生誕ティーです。え、なん、どうしよう、アメポリか私服どっちがいいか問題。ちなみにセーラー服と新しいメイド服はちょっとね、あの変えてない。え、他何着るって言ったりな、何着るって言ってました。 9は確かに浴衣で、10チャイナですね。他何も決めてないんだけど、リーナ何着るって言ってた。この間の鉄は3列目で赤白ピンク振りましたか、分かりましたか。分かりましたよ、ありがとうございます。でも鉄なとかね、そうなんかさ、でもさ最近めちゃくちゃ気になることがあって、なんか公演、まあ、生誕は除いてね、割と最近来てくれるファンの方が増えたんですよね。まあいいことじゃないですか。でもちょっとなんかDMM 見ててめっちゃ気になることがあって、なんか
なんかリーナのファンの人声ちっちゃい。え、これめっちゃ気になるの最近。なんか DMM ってさ声も聞こえるじゃんね、ファンの人の。え、なんかえリーナのコール少なくない思うんだよ。でもちゃんとファンの人来てくれてんの。なのにコールめっちゃちっちゃいの声が。みんな熱く なってくださいよ。ちゃんともっと熱くなってください。ちょっとよろしくお願いしますね。もっとさ、メンバーめちゃくちゃ汗かいてんだからさ、みんなも声で汗かいてくださいよ。最近めちゃくちゃ気になるの。何回か聞く本当に。ファンいる？ファンいるって思って何回か聞いてる。いつもちゃんと来てるのに DMM 見るたびに、あれリアのファンの人実はいなかったって思うぐらい声がない。なんかみんな幽霊と化してる本当に。なんでみんなちょっとぜひね、まあ、声の調子悪かったとか全然大丈夫なんですけど声出してください。みんな声出してよ本当に。リーナは頑張って歌ってますよ。ちなみに昨日のさ、いやーなんかめちゃくちゃ歌がうまくいった記憶です。勝手にリーナが思ってるだけかも。昨日は本当になんか今までのウィアで一番うまくいったんじゃないかって思うぐらいうまくいきましたね。録画します、まだだよ。結婚したかけるじゅ、どうしようかな、何も決めてなかったわ。空腹阻止でめちゃくちゃお腹すきました。以上、筋肉痛は取れた？いや取れてない。朝からめちゃくちゃ痛かった。あ、なんか鉄のあの方の筋肉痛は取れた。でもウィーアー、昨日のウィーアーで余計筋肉痛にね磨きがかかった本当に。最新の情報だと明日が関東やばくて土曜日は大丈夫。あ、そうなんだ、まあ、大丈夫なら。でも全泊の方とかいるよね絶対。昨日は後方だけど劇場で見れてよかった。あー、よかったね。こんにちは。今日は配信ないと思ってお仕事してた。お仕事？何のお仕事をしてたんですか。お疲れ様です。お疲れ様。コメントがどっか行った。うー、あ、戻ってきたかな。戻ってきた。お見送り可愛い、言われた。なんか結構褒めてもらいました。りーちゃんうまいねとか、あとりーちゃん今日も可愛かったよとか、リーナのこと見つけたとか、あと撮影会行くよとか、可愛くてびっくりしたよとか。いや嬉しかったですね。今日の服も可愛い。かえ、そう今日可愛いんだよ。おばあちゃんからいただきました。なんかなんていうのこれ、なんか下はズボンみたいな、なんか繋がってるやつ、こんな感じ。え、可愛くない？何の素材っていうの、デニムの素材っていうのこれ、ちょっとディナ知らないけど、スカイエキスポでかなりお会いします。ヨロピクかなりお会いしましょう。みえちゃん垢抜けてきたな、ありがとう。そんな垢抜けたリーナに会えるチャンスを皆さん逃すわけにはいきませんよね。ちょっとテロップ書いとこう。9月何日 ?16、17?17 のトーク会来てねでいっか。あ、え、待って、トーク握手会&じゃないこれ。ツーショット会もあるもんね。うー、めっちゃごじる。
いい感じやね。あずあずさっくりーちゃんの生誕祭はどういう順番わかんない。でもりなとあんじゃない、さっくは多分土日な気がする。さっくが特に土日かな多分。まあ多分ね、いろいろ学校忙しいと思うから。りなはどうだろうな、普通に平日の公演も入ってるからちょっとわかんないけど。今日も一日頑張った、りなちゃん偉い。頑張った。今日は夏休み明け初めて学校最後まで入れました。大変だったね。大変だったよ。スーパー中学生になれました。なれましたよ昨日だけ。よくクソガキリーナ会いに来たぞ。失礼ですね、いつも失礼だけどちゃんと会いに来るんですね。生でも会いに来てくださいよ。早退するのか活動大変そうなんですよ。でもね本当になんかもう本当になるべくさこの時期早退したくないんよ。リーナもやっぱり受験生だからさ、意外とそういう欠席日程とかさ早退した日程とかさ見られると思うよ高校で。それがめちゃくちゃ心配なの。結婚してるケイチ逮捕です。こんばんは。名古屋栄雨が降ってきた。あ、そうなの？ちょっと見てないわ今外どうなってんのか。めっちゃコメント前に行っちゃった。あ、戻った戻った。昨日の天気やばかったよね。あー昨日雨だったね。めちゃくちゃムシムシしてた昨日。ちょっと噛んだわ。ムシムシしてた。初見さんちらぜひあの目立ってください。会いに来てねー。9月20って同期で3人も誕生日。そうそうすごいっしょ。同期6人のうち3人同じ誕生日っていう。結んだ髪型とても可愛いです、ありがとう。昨日のは昨日は初めて前の方の席でりーちゃん見れた、可愛すぎた、ありがとう。え、なんかそう待って、あんまりさ名前と顔が一致してないんだけど、なんか一人さ昨日一番前の列リーナから見て左でなんか全然楽しくなさそうにさリーナのパフォーマンスを見てる人がいたのよ。え、います？え、いる？この配信にいますか？リーナから見て左の列の一番前にリーナ組が2人いたのよ。でそのうちの通路側の人がめちゃくちゃさこんな本当にあ眠いみたいな本当にこんな感じで本当に。え、なんか大丈夫かなって思ってリーナ昨日なんか一人めっちゃ違うことしてたんかなとかめっちゃ思って大丈夫だったかな。でもサイリウムは変えてなかったからなんか変えれる系のやつだけど変えてなかったから多分リーナに質問したわけではないと思うんだけどめちゃくちゃ気になっちゃって、ね、いる？います？この配信にめっちゃ気になった。なんか本当にもう渚とかさこうやってるやつやるとこあるやん、そこのあなんか一応回しとこうみたいな感じで、え、なんかもうリーナが反射してもさ、うん、こんな感じ動じない。なんか心配になった、めちゃくちゃ心配になったんだけど、リーナ大丈夫だった？え？めっちゃ心配になった。え、なんか逆にめちゃくちゃ無表情だったから何回かファンサしたら我慢してたとしてね
笑うのを我慢してて何回か反省したらワンチャン表情出すだろうって思ってめちゃくちゃその人にファンサしたのよ。だけどなんかえ本当にそんな感じでめちゃめこすって姉もいなみたいな感じで、ええいます、え楽しかった楽しかった、ちょっとね、ちょっと本人来てほしいですね。いいやだけだよ、本当か本当か、会いに来たことあります、私に。キノコありがとう、仕事してたのでアーカイブ見ました。どうでした、クルミのスピーチはアーカイブで見た。スピーチだけ、ちゃんとパフォーマンス見てよ、人のパフォーマンス見てください。あんまファンの人いなかったけど頑張ったんですよ。風強かった、強かった、昨日の声楽しかった、よかった。傘は壊したことない、いやびっくりしたよリーナも、えそんな壊れるって思って。ファミマでヒロアカの一番くじ見つけたから引いた。一番くじって高くない？リーナはあんま引かない派の人です。リーナちゃんは傘壊れて、キョッピーは傘誰かに持っていかれて、ジュリキちゃんだね持ってかれた、大丈夫大丈夫、みんな傘問題がすごいね。押したら飛ぶ系飛ぶ系じゃないんだけどマジ再現したい、押して開く系のやつ。なんか大体の傘はこうやってやってから開く系のやつだと思うけど、普通にピッて押したらポンって開く系のやつなんだけど、飛んでった、めっちゃびっくりした。昨日はすいません、ほぼクルミ見てました、でもリーちゃん可愛いと思ってました。ほぼクルミ見てたのにリーナのこと見えたんですか、ひどいですね、みんな頑張ってたんですよ私昨日。新しいの買わないと、いやなんか傘なんかあと2つあるんで全然買わなくていいかなってそんなに弱いの、いや全然全然弱くない本当に。リーナ風のある日めちゃくちゃ傘ひっくり返る系の人だったけどさ、マジで一回もひっくり返ったことない、一回もひっくり返ったことなくて、いきなり飛んだいきなり飛んだ、なんか全然弱くない、2000円した、全然弱くないよ。風の日は傘したらダメ、いやでもさ紫外線の日でもあったから、ちょっとどっちを優先するかっていう話よね。なかなか12期の情報が入らないから先に SKE の専用アカウントを作っても可能かい、いいよ全然、それで応援してくれるなら。でも私たちも知らないよ12期の情報、今指ぶつけた、本当？え？ぶつけたリーナ、え？わかんない、リーちゃんごと飛ぶ、ちょっとリーナ飛ばないかな。クレミ推しの方々の声援めっちゃ大きかった、他の11期にも同じくらいコールしてたね、ちょっと熱がすごかった。ニオさんもさもう始まる前からさ、今日みんな元気やなって言ってたそれなって思って、何その圧、圧なんてないですよ。りーちゃんが芸名つけるとしたら何になる、りーな永瀬とかがいいな、とどろきでもいいけどなんか永瀬とかさ、なんか背がつくやつよくないですか、でもなんか道明寺もいいなって思いましたなんかそういうさお金持ち系の名前いいな、お嬢様とかそういう系の、花園とかそういうのがいいですね。パパさん修理してる間肩たたきしてあげた、してないですよしてないですよそんなことできる体制じゃなかった。りーちゃん生誕のために今は応募我慢してる、えみんなそう言うけどさ、応募我慢してさ生誕当たんなかったらどうするんですか皆さん。ウィアでは赤白ピンク一択、一択だよね。はあ今日も癒されるわあんたの配信で、かっこ小声
小声にしなくても大声で言ってくれていいんですよ。でも多分ね、私の配信は癒されないかな。ちょっと癒され枠じゃないんで。森手可愛い、ありがとう。昨日はりーちゃんペンライト用意してたけど自己紹介の時しか触れんかった。でも自己紹介の時増えましたね、ペンライト。中期生では赤ピンク白オンリーだね。嘘つくなよ。嘘でしょ、本当は。ジーのタンプレ G にしたらどうする？あ、 G にしたら届きません。あの途中で運営さんがびっくりして多分どっか行きます。スカイエキスポで何話そう、悩み。あ、まあ別に軽い話でいいですよ。ウィアの話とかどうだったとか何でも大丈夫です。じゃあ手紙好きですの一言でいい？それだけですか、私に持ってる感情。それだけならいいですけど別に。りーちゃん今日も綺麗、りーちゃん今日も可愛い、りーちゃん今日も美しい、最強アイドル。ありがとう、めちゃくちゃ褒めてくれる、ありがとうね。16日は生誕ティー、そうだよ、好きな服着ればいい。じゃあ11期12期以外の子たちを先行として作らせていただく。どういうこと？どういうこと？ハートありがとう。16日はツーショット撮影会、そうだね、楽しみです。皆さん来てよ。あの一人でソロショットなんて私撮りたくないんで、皆さんたくさん来てくださいよ。誕生日来たら四捨五入で20歳。四捨五入する？そこ四捨五入する？まあそうですね、実質大人だよね。昨日のくるみん生誕祭お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、11期の存在忘れてた。すまんの、忘れてないでしょ、11期以外って言ってたもん。忘れてないでしょ、構ってほしいんでしょ。16はツーショット、17はトーク握手会だよね。星してください。何、星って何？ウェディングドレス。それはちょっと結婚式の時まで取っときます。ちょっとウェディングドレスは結婚式まで、ここちょっとどっちか分からんけど取っときますわ。ブブカ買ってきた、どうでした？エリナのブブカゲットしましたよ。セーラー服と機関銃、機関銃はないかな、逮捕かな、これ欲しい、多分そうか、逮捕されに来てよ。こんにちは、散髪行って遅れました。髪は変わらないけど、髪は変わらない、逆だ、顔は変わらないけど髪はすっきりしました。それは良かった。でもね、髪変わると人って結構変わるんですよ。さっぱりした感じで会いに来てくださいね。昨日はめっちゃ声出した。本当？マイクの場所の問題？え、でもそんなこと関係ないと思うよ。まあコールちゃんと聞こえるよ、聞こえるけど負けすぎてる。他の人のコールにめちゃくちゃ負けてるんですよ。ゆっくり見たいから地蔵ちゃんとね、愛を届けてくださいよ。地蔵はダメですよ。地蔵はね、届けられる側なんですよ。リーダーが地蔵になるんで、皆さんはあの届けてください。裏割れつっていうの、これちょっと分かんないけど、波に声出す、まあ、めちゃくちゃ大きいってことですね。ありがとうございます。生誕祭ではリーちゃんコール爆発させる、爆発させてね、みんな。生誕祭でリーダーのコールの声ちっちゃかったらちょっとびっくりしちゃうよ。 MC の時に声出させよう。あ、ちょっと今度そうしよう。みんな最近声ちっちゃくないですかって言ったら怒られそうだな、マネージャーさんに。怒られそうやな。結構大きい声出してるつもりだけど、つもりじゃダメなんですよ、ちゃんと証明しないと。君の瞳も熱い、瞳は熱くないかな。え、熱くなるよ、そうだよ、熱くなってよ。みんな声で汗かく、かっこいい、かっこいいっしょ、それぐらい出すんですよ。リナさんのファンはお上品、いや全然お上品じゃないですよ。くるみの生誕祭だったから1000円遠慮がち、いや違う、逆に昨日の方がたくさん出た、いつもですよ。入ったらちゃんと〇〇ちゃんが一番可愛いよって言った後にリーちゃんが一番可愛いよって叫んでる。いや〇〇ちゃんも言っとるやん。みんな可愛いじゃん、高い声出すと分かりやすい。あ、じゃあみんな高い声でコールする。リーちゃんくらいの声で
コールします。多分リーナのファンの人変人だと思われるよね。そんなさ、みんななんかリーナのコールの時だけめちゃくちゃ声高かったらね。次の公演でもっと頑張る、みんな一緒に頑張ろう。リーチャーファン地蔵、地蔵なんですよみんな。なんだろう、何もあなたのことを思わなくなってきた、やばいってコメントしてる時点で構ってほしいんですよ。声の大きさ自信ある、あ君は自信持って。ガチでガチで、あの自信持ってください。一番出てる、本当にファンの人で一番出てます。お上手だった、よかった。それはね、集音マイクの位置とかある。でもさ、いろんな位置で歌割りあるわけよ。マイクはちっちゃいことあります？歌はいつもうまくいってます、ありがとう。実際劇場にいる時の声の大きさはどうなの？いや、ちっちゃいです。歌上達したかな、これ星になってるけど、ありがとう。声出していこうぜ。阻止じゃないのね。阻止じゃないですよ、声出してよ。みんなそんなにお腹空いてるの？チャーハン作りましょうか。チャーハンの気分じゃない、あの普通にアイス食べたい。普通に。じゃあ仕事行ってきま、いってら。初めての登場ショット緊張する、緊張しちゃうよ、ドギマギドギマギ。じゃあみんなは、あのみんなウブな気持ちで会いに来てください。ケンさんオンリーワン、みんな会いに来てね。髪型かわいい、ありがとう。推し以外の生誕は投げないので昨日は申し込まなかった。ああそうなのね。見送れリーちゃんに話しかける勇気が欲しい。いや頑張ってよ。頑張ってよ。仕草が大人っぽい。リーナ？と？昨日のウィーアーの MC でなんで3人はツナマヨなのにリーちゃんはシャケって答えたんだろう。2人じゃない？ 2 人ツナマヨ。いやーなんかシャケな気がした。けど違かった。ごめんなさい、仕事抜け出してきてたのでもうすぐ戻ります。わかりました。仕事抜け出してたんです。お見送りだと恥ずかしくて声出ないかな。声は出すもんなんですよ、恥ずかしいじゃないですよ。本当に声出していこうぜ、言ってますか。そういえば公園でリータの握手会行くって言ってくれた方いつ行くか聞いてないや。聞いてよ、一緒に行くんじゃないんですか。かわちありがとう。ここも可愛いの、超大声、あーやっと大声出してくれた、ありがとう。まあ帰り行くならカミナちゃんにタピオカミルクをおごってもらわないと。ミルク無理、うん、ミルク無理ですね。あのおごるというかもうカミナちゃんが飲むしかない。結局自分でね、買って自分で食べるっていうそのまんまですね。サックスと白がナイスマッチ。サックスと白って何？スカイキスポで遠目で見てる。なんでよ、来てよ。なんで遠目で見るの？来てよ、絶対楽しいですよ。いいんですか、人生4分の3ぐらい損しますよそれ。はい、ありがとう。まあみんなさん、あれですよ、ショールーム来てるんだったら一回は会いに来よ、一回は来ようよ、せめて一回はさ、あのお小遣いで買える値段だと思うので一回は来ましょう、楽しいから。18時になるんで一旦離脱します。戻ってくるかは知らんけど戻ってきてよ。そろそろ9月16、17申し込まねば、寝たら忘れそう、今やってください、忘れないで。リーナの存在も2面の中でも残しててくださいね。昨日のダチョウよかった、よかった。10月の愛知はポートメッセ名古屋だから間違いないよね、愛知近いでね。未完全で私服見れてたのよかったよな。そうだよ、自己紹介して。はい、 SK48 実験休戦リーちゃんこと杉本リーナです。14歳の9月20日生まれの中学3年生大型乙女座ネズミ年です。もうすぐ誕生日です、ぜひね16、17スカイキスポ明日の12時正午までの
販売締め切りなので皆さん会いに来てください。ちなみになんか噂によると17の握手会は残り少ないみたいなので皆さん一緒に完売目指して頑張りましょう。よろしくお願いします。ぜひ拡散とかもしてくださると嬉しいです。元気だよ。ツイッターとかは今回が初めて、いや初めてじゃない。後ろの紙なんて書いてある、これかな、こんな感じ。こんなんです。 OK、 あ、スクショしとく。OK、 これで見えたっしょ。つまりは会いに来てってことですね。女神来たの？来てないよ。やばい、誰を押すか忘れてしまった。忘れるぐらい薄い愛だったらまだ好き面とかにした方がいいと思いますよ。まあ実際そんなことないだろうけどね、目の前にいるんだもん。平日18時開演でスピーチ喋りまくって最後出れないくらいに。やばいやんそれ。若いリーちゃんが週末だとよき。まあね、でもサックが結構忙しそうなんだよね。昔は3人まとめて全打祭、そうなんだ。相対多いのめちゃくちゃ多いです。面接とかで言われそうね。言われたらどうしようって思って、まあ、言おっかな。逆にね、私はちょっと芸能活動してて、もしかしたらこの高校受かったらこの高校の有名人に書けるんじゃないかなって思ってとか言おっかな。面接でもうそうしよっかな。なんでちょっとね、倍率が上がるんじゃないかな、この高校受ける人ちょっと増えるんじゃないかなって思いますとか言おっかな。言おっかな。もうワンチャン受かれる、それでそれでワンチャン面接受かる。ワンチャン受かるかな。相対も本当にギリギリで、本当に私真面目なんでとか言おっかな。兄ちゃん今日もサラツ連れてきれい、ありがとう。ジェスト提携の高校はどう？全く知らないんだけど、リーナ、あれなんかみんなと一緒のタイミングで知りました、高校の存在を。本当になんかよく分かってない、何も知らなかった。多分メンバーはそんな関係ない気がする。ゼストが入ってるってだけで。キノコありがとう。一日でも早くあげますよね。早く会おうね。大丈夫、体調。お仕事だから考慮してほしい。そうだよね。まあでもね、なんかそうするとさ、やっぱり差別になっちゃうんかなって思って。ランタン的なやつありがとう。昨日札幌から帰宅したらベランダに洗濯物が浮かってた。1週間干しっぱなし。干からびてない？大丈夫ですか？本人は楽しんで見てたかも。どうだろうね、眠たそうだったけど。青サイリウムありがとう。最前で赤白ピンク振ってたのは Y ではないか。なんか結構心配だった、ずっと。兄ちゃんのパフォーマンス見て笑顔にならない人いるの？いるんですよ。君もさ、あ、君はめちゃ笑顔だった。君はめちゃくちゃ笑顔だった。でも最初の方とか真顔じゃなかったっけ？最近結構ニヤつき出したけど。恥ずかしいから、本当？ちょっとそれはもうなんか俳優さんになってくらい、なってほしいぐらいね。ガチで体調悪くて眠かった。ワンチャン？体調悪い割にはちゃんとサイリウムの色変えてたけどね。なんか昨日ダチョウの時はピンクになったり、ウィアーで白になったりとかしてたんですけど。ファンの細かいところまで見てるんだね。そうですよ、今がチャンスですよ。今リナ押しとくと細かいところまで見られますよ。これからファンの人がもっと増えるとね、ちょっと見れなくなるかもしれないんで、まあ見ますけど。みんな今のうちに押すんですよ、来るとかして。
多分楽しさが表情に表れない。本当かな。表情に出さない系の人かも。そう。お見送りはどうだった？え、なんか一言もなかった。え、一言もなかった。でもバイバイしてた。でも本当に嫌だなって思ってたらさ、お見送りの前に帰るよね。結構ファンの仕草とか見るの？いや見るよ、気になったもん。お客さんの心配までしてくれる。心配するよね、そりゃ。すかしてる。あ、すかしてた。それ自分だわ。普通に楽しく見てた。え、ほんと自分ですか？本人いたやん、本人いたやん。ええ、楽しかった本当に。え、なんか無表情だったよ。紺色系の服着てたよね、確か。暗い系の。本当に楽しかったですか？めちゃくちゃ心配だったよ、リーナ。え、なんか、え、実物と違かったかなとかさ。リーナ、生の方がいいって言われる人だけど、思ったより違ったとかさ。え、なんか思ってたパフォーマンスと違ったとか思われてんのかなって思ってた。2列目で楽しんでたのが私。それは良かった。先にリーボーって言われちゃった。リーボーね。先だったかな。ニラからしたら同じだったかな、タイミング。同じタイミングでリーボー。推しにファンスしてもらったら超嬉しいはずなのに。え、楽しかったらしいです。よかった。よかった、よかった。兄ちゃんに覚えてもらえるために前も無表情にしよう。でも笑顔の方がいいですよ。みんな最善どうしたらいいか分かんなくて気を取ってた。え、絶対気を取ってなかった。慣れてたもん。慣れてた、慣れてた。夜勤明け、夜勤明け。ファンサ欲しいからこれから無表情になる。なんでファンサたくさんあげてるじゃん。それともあれですか、よそ見しててリーナがファンサしてる時に気づいてないっていう可能性もありますよね。まあ、クレの意味出て可愛いなって思ってリーナのことを見そびれちゃってっていう可能性ありますよね。結構多いんですよ、ファンの人。リーナちゃんと見てるよ、ファンの人。あれ MC の時、あの人見てるんだ。見てますよ、私。最前って目が合わない。いや、合わせてるからこっちが合いますよ。10月21日の服装知りたい。また今度。セーラー服とかにしよっかな。10月21日、スカイキス、あ、まあ仮か。セーラー服にしよっかな。新メイド服でもいいけど、メイド服かセーラー服にしよっかな。まだちょっと決まってはないです。今月のナム写真の写真、衣装大好き。ああ、よかった。みんなゲットしてねん。一度でいいから最前列座りたい。座りたい。最近いつも最前に来てるやつかな。やつって呼ぶな。やつって呼ぶな。そっか、無表情で言ったら推しからファンさんもらえる。多分リーナだけだと思う。あの、私が特殊なんです。リーナが特殊。多分他の人は無表情だったらファンさしないんじゃないかな、わかんないけど。もうリーナが特殊な人なんで多分。まあ笑顔の方がいいと思いますよ。人間笑顔の方が幸せになれるんで。単純に見る時間がなくて見てないだけなので、ご勘弁を。あ、そういうことね。じゃあこれから見るということで。かわちかったよ。アーカイブ2周しました。2周もすごいじゃん。ずっとリーナ見てました。2周で、あの、2人見てるとかないでしょうね。最前ほどおとなしくなりがち。そうなんだ。いいこと聞きました。次は無表情で。違うよ、よくない。炎のさんと同じことやってますよ、みんな。何でもかんでも取り入れたらいいわけじゃないんですよ。オタクには笑顔になって帰ってほしいアイドルの要って読むの、これ。ちょっとわかんない。鏡か、鏡すぎる。ありがとう。それはね、笑顔で帰ってほしいですよ。傘めちゃくちゃひっくり返る刑事。いや本当にそう。お見送りは何言おうか考えてるうちにハンギョドンと言われたから、それで満足してた。あ、ハンギョドンって思って、あの、声が出ました、勝手に。
初ミアだったけど正直言うとみんな可愛くて困った、困ったちゃんじゃあみんなその中でもリーナを押して会いに来るんですよ会いに来てね、風に飛ばされるリーナちゃんみたい、リーナ飛ばされたいかな飛びたいんだけどね。生誕祭は主役のメンバーのサイリウム振るのかもな、それは知ってますよ。リーちゃんの生誕祭絶対投げる、みんな絶対投げてよ、ここにいるみんなは絶対投げてよ。疲労がからみふむふむ、できすぎくん、できすぎくんはちょっといいかなちょっといいかな。とある方の配信意味が分かった、どういうこと。いや、やっとできたからこの後作成したルームの方に交換する。おお、よかった、できたなら。4月1日って名前がいるの知ってる、え、すごいじゃん。名字は妙、なんていうのこれ、どう苗字は花団、花より団子かな、これですよね。リナ知ってるよ、めっちゃ昔に見た。癒され枠絶対違って、兄ちゃんの配信は見守り枠、見守りでもないでしょ、あ、見守りかな。11期生ではちゃんと言ったのに、え、11期生でもさ本当にオンリーワンですか。ファンのパトロールとかするの、それはしますよね、目に映るんだもん、するっていうか目に映ったから知ってるだけですよ。癒し枠ではないと、では何枠、見守り枠見る線枠、みんな見る線だもん、だってさショールーム見てくれてる人あんま会いに来てくれないんだよ、みんな見る線だもん。 JKT48 のあなたのアイドルは誰ですか、みんなですよ、みんなアイドルだよ、だってそりゃね。9月23か24にサッカー&リーちゃんのダブル生誕祭は無理かな、どうだろう、2日ビーヤー、どうだろうな。初見さんオンリーワン、スカイエキスポには行く、あ、行くの、やった、遠くから見守るって言ってたから。さあこのアカウントで舞い降りた、おお、舞い降りた、え、さっきの人ですか、舞い降りたねえ、でもレベル2なんだけど、早くないですか、レベル2になるの。今日も可愛かったよ、ありがとう、じゃあグランパスユニでお願い、いやちょっと衣装は決めちゃってんの、着るやつごめんね、ワンちゃんそれを見てさ来てくれてる人いるかも、だからちょっと変更はできないわ。ハートありがとう。兄ちゃんの好きな男性ヘアスタイル、ちょっといい、言っちゃっていい、ちょっと髪ない人には申し訳ないんだけどちょっと先言っとくね、本当に申し訳ない、まあでもやっぱりあれだから結局さ、好きな髪これって言っても好きな人に、好きになった人が好きなので別に断言はしないけど、ちょっといいですかリーナはノーセット風が好きですノーセット風セットが好きですねあとマッシュもいいですね、前髪ありマッシュいいと思います。生誕脇はちょっとあんまりおすすめはしませんうん、そんな感じですね、やっぱりノーセット風が一番かっこいいですよ。12期生は2人気になって落ち着かへんのよ、リアルに。サクのオンリーワンなのに2人も気になっちゃってんの、サクに行っとこうちゃんと名前は青空にしておいたね、ほんとだ、リーナが言ったやつじゃん、えらい、なんかちょっとアイコンのさヤンキー髪型が気になるけど、えらい自動タイガー禁止、何タイガーって、タイガーはいいんじゃないですか、タイガーファイヤーシャーシャーみたいなさやつがあるじゃないですか。後ろから2列目くるみ押し、かっこ声、みんなのコールしましたよ、くるみ押しなんですね、
でも私の配信来てる時点で私推しですよ。昨日りーちゃんの生誕ティー着て仕事行った。おーすごい、宣伝してきました。流れ星ありがとう。北川ちゃんにこの状態でこの後見てくる。あ、いいんじゃないですか。女子の声よく聞こえる。確かに高い声聞こえやすいもんね。人のおにぎりの具は見ないよと言ってるりーなちゃんはお行儀がいいなと思った。いや、お行儀っていうか普通見る。普通さ、人待って、ちょっと再現していい？みんなリーナね、くるみん、うん、そうだよねでさ、なってます。みんなグー何かなって、見る？見ないでしょ。見ないよ、さすがに見ないよ。17日握手会完売。本当？本当ですか？わかんない、一人しか情報ないからわからない。本当だったらめちゃくちゃ嬉しくて、ちょっと口角が下がらないんですけど。本当ですか？本当だったらね、あとはトーク会、撮影会、もっとたくさん来て。みんな一回奥のプロフィールを見て、多分初期の推しメン設定はこうなってるはず。あ、さっき見ましたよ、もう。さっき見て、10期は箱推しってとこもちゃんと見ましたよ。そうなんだとかいろいろ思ってました。今日は劇場にサーティワンアイス、いいな。いいな。クルミンと並んでる場面多かったからなかなか叫べんかった。あ、そういうことね。いや、アンズも多いかも。ミオさんとアンズ、ツーショット今回は座りね、立って撮りたかった。でもやっぱりあれかな、メンバーもさ、部数が多いメンバーいるじゃないですか、選抜の方とか。ずっと立ってるのはやっぱりさ、貧血とかなる可能性もあるじゃん。それで倒れた方がみんな嫌でしょ、推しが。って思うとやっぱり推しのことを考慮したらね、座りでもありなんじゃないでしょうかって思います。まあ自由にしてもいいと思うけどね。でも逆に自由にしちゃったら本当に辛くてもさ、あ、この人座る系の人なんだって思われるのも嫌じゃん。だから座りにしたと思いますけど、まあリーナも立ちが良かったな。でもそういうメンバーを考えたらね、鮭食べたかったのかな。いや食べたかった、やっぱり可愛いよ。ありがとう。リカワで出番が多いといいな。まあみんなの投票次第ですよ。もう終わっちゃったけど、こんにちは。この方、その方、この前の手つないで赤白ピンク振ったらレス来て嬉しかったって言ったから、トーク会で釣っちゃえ。どの方ですか？どの方ですか？多分もうみんな人生4分の1ぐらいしか。ちょっとひどいこと言うね。言うね。ひどいこと言うね。ひどいよ。だいぶ損するんですよ。残りの人生楽しく生きたいでしょ？なら来るべきです。撮影会はどんなポーズがよき？犬とか、リワンとか。ハートとかですかね。劇場で何回も会ってる。劇場じゃダメなんですよ、二人きりの空間がいいんですよ。隣のレーンから見ると可愛い説。どこから見ても可愛いでいてください。一回でいいですか？ダメですよ。違う、初見さんとかに行ったの。今みりなを初めて見た人に行ったの。そういえば本日はいつ頃まで？決まってないですけど、もう終わりますね。リクエストタイム取ります。そう、実はさ、ちょっとね、なんかカラオケしたいなって思ってたんですけど、時間がなさそうです。普通に始まっちゃったし、時間がない公演。ごめんなさいね、ちょっと延長するつもりなかったんですけど。滑り込みで追加しようかな。拡散で拡散します。あ、拡散で拡散しますね。なんか誤字してんのかと思った。拡散で拡散します。写真がめっちゃセクシー。セクシーじゃないよこれ別に。ちょっと比例しないでよ、比例、比較しないでよ。あのこのリーナはほぼノーメイクですよ。これはバチバチメイク、髪もちゃんと固めてあるんですよ、衣装も着てるし。なんでちょっと比較はなしで、
比較はなしでお願いしますまあちょっと多少ね、まあいろいろありますよね。まあ学校のリーナとアイドルのリーナですよ。それが違うわあかりの4部は岡さんの隣。そうなのよ、嬉しい。でもなんか集中できないかも集中できないかも、岡さんの隣とかなったらさ。普通に考えて学校一の人気も全然ですよ私昇学したらこの高校有名になる。行っちゃおっかなそれ行っちゃおっかな。じゃあもう少し言おうかな。その後北川ちゃん移動しようと。移動 してください。移動してほしくないんですよ。リーナのことはさクソガキって読むのに、横にゃんさんは北川ちゃんって呼んでるんですね。私は入学させると得ですよって言おう。でもなんか自意識過剰だと思われるよね。やっぱりいつまでのリーナのことが大好きだ。クソ声、あクソ声で、ね、ありがとう。やっぱり好きやん。高校の社長って順平、何順平さんって誰ですか。え、あのゼストの順平さんですか。キュッピーから北海道の土産、え、なんかジャガビーみたいなやつとユーハリメロンみたいなのゼリーと白い恋人でした。ぜひ黒い恋人も欲しかったんですけど、嬉しかったです。まさかもらえると思ってなかったから最高でしたそして今日も可愛い、これはここへ、なんでここへなん、それもここへで言ってくださいよ。結婚ギフトいつか、いずれかはプレゼントするか、いずれかね。最近兄ちゃん気になります。え、いつも気になってるんですよでもさ、ちょっと待って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 、お兄さん、あのさ、おじいちゃんか知らんけどあのさ、ちょっと申し訳ない、非常に遺憾なんですけど、すごく申し訳ないと思ってるけど、あの前言撤回していいですかあのこの前さ、ちょっと仲良し同盟組んだじゃないですかちょっとすごくあの申し訳ないんですけど、手続きをちょっと破棄するような形で、誠に遺憾なんですけど、私自身本当にもう申し訳ないと思ってます。本当に思ってるんですけど、本当に申し訳ないのそっちだと思うんですよ。まあちょっと一回聞いて、まあ簡潔に言うと、ちょっと仲良し同盟なしでない方向でお願いしますあの気づいたのよ、あそういえばこの人リア仲いいと思ってたけど人の誕生日忘れた人だって思って、いや気づいちゃったよリーナ。人の誕生日を忘れるような人とはちょっと仲良しにはなれないかなってことで、ちょっと誠に申し訳ございません。でも本当に申し訳ないのそっちなので、あの誕生日忘れたことをあのしっかり償ってもらいたいです。ちょっと一体はい、ということでそうですね、あの前言撤回です。誕生日はね、ちょっと忘れられたらね、プラマイマイナスぐらいの感じなんですよ。プラマイマイナスなんで、あでも一つ許す方法が、トーク会だけじゃないですか来るの、握手会も撮影会も来るってなったら、もうそれは仲良しじゃないですか。握手会も撮影会もトーク会も来るんだったら、だったら仲良し同盟また組みましょう。今私あのハリセンボン飲んだんであので、まあ、一回リセットで、でまた来て仲良し同盟組みましょうってことで、よろしくお願いしますが表情に出にくい人はどうしましょうか。あのリーナにたくさん会って
自然に笑顔になれる場所を見つけましょう。細かいところ、あの人のサイリウム振ってるとか見られちゃうのかな。見られますよ、よく2つ振ってんの私知ってますよ。じゃあ帰宅するわ、今日も夢の中であなたに会えるまでお休み。え、今日もってことは1回あったんですか。濃いですね。僕のサイリウム体調不良よ、たまにピンクが消える。本当ですか。赤白でゆねちゃん振ってるんじゃないでしょうかね。座ってるとこ座ってるとこと反対側にいるときにこっそり見たりしてる。どういうこと。いや普通に目の前のときに見ますよ。見送りでりーちゃんだけにこういうこと。優秀ですね。四五デキ生の方が可愛いのか。そうですよ、そんなこと知らずに。やっぱり仲良し同盟無理でした。そんなこと思いながら踊ってよく間違えたりしない。まあでもいろいろ思ってます。なんかさ一回さ昨日公演終わってさ、まあ、ちょっと調べるじゃないですか今日どうだったかなって。でなんかりーなちゃんは決して下手上手じゃないわけじゃないんだけど、ちょっとなんか頑張ってんのがすごく感じるみたいな、これもウィーアーのいいところみたいな感じで褒めてくださってた方がいたんですよ。なんか本当にリーナなんか劇場はまあ慣れてきました私、ウィーアーとか特にね。だからいろんなこと考えながら踊れたりするんですけど、でもなんかやっぱり頑張ってるって思われるのが多分あれなんですよ。パフォーマンスしてる時に、まあ、そういうファンの人のことも考えるし、より大きく踊ろう、もっと目立ってファンの人たくさんつけようっていうのを思いながら私踊ってるので、だから頑張ってるように見えるのかもしれません。いや頑張ってますよ。見えるっていうか頑張ってるんですけどね。いやだから余計そうなのかもしれませんねって思いました。兄ちゃん考えすぎ、私考えすぎなんですよいろいろ。めっちゃ考えてた。あんまりニヤニヤしてると別の意味でやばい人になりそう。まあ笑顔でいいんですよ普通に。僕もたまに真顔になるから気をつける、まあ、気をつけるはまあ別に自然と笑顔になればいいなって思いでファンサーしてるだけなので、まあ本当に真顔なら真顔でいいですよ。まあそれで自然に笑顔になれたらいいかなって。こんばんは、ファンサーに気を取られて振り間違えることない。あります。名古屋ガールズフェスティバルとウィアで1回ずつありました。なんかファンの人のこと見て、あ今リナちゃんといい表情できてるかなとか思ったら振り忘れたりしちゃう。たまに。今はなくなりましたちゃんと。逆にあこの前ここで間違えたからもう今はちょっと無心になろうとか思ってます。まあ結局それを思ってるから無心じゃないんですけど、これ劇場いたらよく推しにサイリウム振る。まあそうでしょうね。最初の後どこ見たらいいか分かんない。推しですよ、表したいから爆裂する。そうです。こんばんは、それなりに笑顔にしたつもり。いやめっちゃ無表情だったよ。本当に意外に最前座ってる人はおとなしい、後ろの人たちに気を使ってる。確かにそれもあるかもね。痩せました、最近めっちゃ言われるんだけど痩せました。顔はずっと痩せたいなって思ってます。平岡が実写映画になるの知ってる。え知らないけど、ちょっと私実写興味ないんですよ。原作好きな人からしたらやっぱり原作通りにしたいしてほしいけど、実写ってやっぱりそううまくいかないじゃないですか。なんでちょっとねあんま好きじゃないんですよ。まあ好きですけどそこまで好きではない。歌もダンスもいいし伸びしろ期待大に違いないと思います。ありがとう。でもマジでリーナ伸びしろあると思うのでみんな来てよ。トドロキくんの髪型、いやチフユとトドロキくんの髪型めっちゃめっちゃいい、マジで全人類あれにしてほしいです。本当にカツラでもいいんで、自然体ってこと違う、ノーセット風セットなんです。ちゃんとセットなんです、ちゃんとセットなんですよ。自然体はダメですよ。ノーセット風って調べてみてください。ノーセット風に大学生の服装めっちゃおすすめです。ガチでいいと思いますあれ。
あれは正直めちゃくちゃおしゃれだと思います。セットする髪がない、あカツラでも大丈夫です。のせとか俺パーマかけてる。パーマ洒落てますね。パーマってかっちゃんかと、かっちゃんはちょっとちょっとトゲすぎかな。ワックスつけずに遠くから行く。あ、そうなの？いつもワックスつけてないの？ごめん、ちょっと配信が長い。お、もうすぐ終わんないとな。羨ましいな、仲良し同盟。いや、あ、解除しました。表情筋トレーニング、そうですね。かわいいポーズ、よくトガちゃんこのポーズするんですよ。OK。 公演まだ1回しか見たことないので18日当てたい。じゃあ見に来て私を押してください。押した公演かぶったらリータちゃんとどっちのサイレムにすればいい？それはリーナですよね。まあ、リーナが推しなんで。つくねさん、オリーワン。アンダーも増えてくるよね。そう、私 K2 のアンダー覚えてたんですけど、なんかスケジュール調整中って言われててずっと。なんで今は S を覚えてます。箱推しとしては全体は今日注目すると決めたメンバーのフル。あ、そうなんだ。箱推しはそうなんですね。愛が伝わり合うパフォーマンスね。あ、熱か、よかった。余裕出てきた。そうですね、あのミヤは顔がシュート。え、やった。あれかな、大人に近づいたのかな。こんばんは。昨日はくるみの生誕祭楽しかった。りーちゃんも公園でも見るの初めて。お、どうでした？お顔めっちゃした。え、嬉しい。あんま食べてないからかな。むしろ伸びしろしかないイメージ。やった。じゃあみんな今のうちに押してください。ランタンありがとう。みやちゃん、僕のこと覚えてくれてありがとう。こちらこそ、私のこと見つけてくれてありがとうございます。セーターティーに合う髪型わかんない、何でも合うと思います。今日も可愛い、ありがとう。大学生の服がわからない、なんか調べてみて。固まったらごめん、あと 20% だからちょっと急いでます。指ハート、OK。 じゃあリーナ組に入れてくれ。あのリーナのこと好きな人みんなリーナ組入れますよ。一応入れてくれじゃないんですよ、入るんですよ。今押したら子さん、まだ研究生なんで子さんです。今のうちですよ。仲良し同盟ポーズ。仲良し同盟もう撤回したのに。OK。 スマイリーポーズ集めてるので。これしほちゃんやってくれてたよね、めっちゃ嬉しかった。OK だね。今日の配信はこれで終わります。ちょっと 20% の通知が来た関係でコメントがねちょっと見えなかったんですけど、下の方ちょっとごめんなさい、携帯のせいです。いや間違いなく充電してないリーナが悪いですね。コメント追いついた、追いついた。こんばんは、可愛かった、ありがとう。じゃあ皆さん来てね。ちょっともう一回宣伝しとく。ちょっと桃にもさ宣伝してよ。会いに来てね。え、17日って本当に完売したんですか？ちょっとわかんないんですけど、完売目指してるので皆さん一緒に頑張りましょう。なんかさ、あるファンの方に今はまだ目指すべきじゃないみたいな、他に頑張ることがあるって言われたんですけど、分かってますよ、私も他にも頑張ることあるの。でも全部頑張りたいので、ちょっとそこは応援してください。握手会完売してた、やった。じゃあみんなあれですね、ツーショットトーク会も来てね。あの桃には、あ、仲良し同盟はツーショットトーク会握手会全部来てね。ボレーテル配信こちらこそ。あ、これやっとく。OK。 しほちゃん嬉しい、嬉しい、めっちゃ可愛かった。19日の握手会と29日のリクアワでリーちゃんに会えるから楽しみ。もっと会いに来ていいんですよ。楽しかったね。桃にさんへの圧はもっと強めでいいと思う。じゃあもっと強くしますね。今やらなきゃ、え、もっと、ちょっと証拠動画待ってます、ひろゆきさんのやつで。現地握手会追加しようかな。来てよたくさん、もっと可愛いですよ私。大百さんの動画待ち面白いですよね。ハードル高いです。あ、別に大丈夫ですよ、あの動画上げてくれること自体嬉しいので何でも大丈夫です。ありがとうございます。じゃあみんなバイチャー。